私のライブから始めてみました。というわけで、今からプリンセイテドコを始めます。あーしんど。はい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 、お疲れ様でした。あ、お疲れ様です。すごいね。待って、私もいる。あ、はい、どうぞ。はい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 、マイペースな姉さんが。すごい、いきなり300キロカロリーぐらいは消費したんだよ。結構消費しますか、今の。はい、あの、しんどいんで、はい、ちょっと一息ついていきます。ちょっと呼吸をね、整える。はい、というわけで、ちょっと準備の方を。はい、わかりました。じゃあちょっと、まず場所の設定、今、さっと。じゃあ、もうちょっと前行きましょうか。もうちょっと前行く、はいはい、でも、ここに来るんだ。あ、そうか。もうこういうバタバタが、いがみ式だから。そうだね。ね、はい。よいしょ。僕たちから先に自己紹介しておきますか。歌って踊るダイエットトレーナーとして活動しています、ハバナイゼと申します。エヨリンとはまだ出会って実は3ヶ月ぐらいなんですけども、まあ、彼女の、すごく、生きのいい活動に刺激を受けて、こうやっていろいろ関わらせて待ってます。最後最終回出てて公演なので一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。魔法界から来ました、魔法学園の1年生のミュータンですよ。はい、イオミタンはよくご飯食べさせてくれます。この食べさせてくれるんだ。はい、この間もかぼちゃのケーキ食べさせてもらいました。おお、すごい、いいな。彼女がごちそうしてくれる。彼女作ってくれる。うん、ごちそうしてくれる。ごちそうしてくれるんだ。こんな感じです。じゃあ魔法かけます。おえい。あ、ちゃんとね、音を聞いてます。大歓声、大歓声、ありがとうございます。こんな感じです。ニート界から来ました。ニート7です。どうもよろしく。今日はそんな流れなの。そんな流れですね、はい、なんかどっかから来たみたいな。あ、そうですね、はい、ニート界から。ニート界からね、はい、そんな感じです。はい、はい、モデル活動しながら歌ったり踊ったり、もはや自由人アイドルのレベルになってしまっている本田光一郎です。よろしくお願いします。おモデル活動してんな。そうなんです。どん僕はあのショーのモデルが多いんですよ。ショー、おーウォーキング。あ、ここスペースあるんでちょっと見たいはいはいはい、本田くんどうぞ。なんかやりたくないんだけど、こういうところ。あ、こんな感じ今の。なるほど、スって感じ。もうスでいいんですよ、もうあんま考えてないですよ。じゃあ本田くんよろしくお願いします。すいませんね、皆さんこんなに。はい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 、前から来たね。前から出てきた。マリアロゾン先生です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、一言言っていいか。お、なんだ。ウォーキング下手すぎるだろ。あ、思ってました。でしょ。思ってた。ファッションショーぐらいね、金田さんが誰でも出れるんだよ。ファッションショーで知り合ったんですよね。そうなんですよ。はいはい、あの、ほら、あの、酒井くんもそうだからね。あ、酒井くんもね。あの、家庭24時間テレビで一緒にやった酒井くん。そうだよ。はいはい。だから、あのメンツが出たファッションショーを思い浮かべてください。はい、おお。見たいですか。じゃあね、私がちょっとプリンファッションショーを今から開催しようと思います。何？ウォーキングとはね、こうやるもんだ。じゃあ見ましょう。見よう。ニート来たまえ。はい、それではいわゆるワイヤーゴーズ、いぜ、どうぞ。おー、いいじゃん。お、ちょセクシーな感じで。おー、やったー。おー、すごい。これ何、最後のポーズ。これ何。いや、特に意味はないということで、今日ははいはい、半年間続けてきた。そうなんですよ。人生ってどこ最終回ということで。そうなんです。ちょっとね、今日で、はい、この神タワーであるプリンセットどこが最終回になっちゃうんですよ。半年間を振り返って。そうね、半年間振り返りながら、はい、まあ、いろいろ感謝の気持ちとかもあると思うので、ね、その見てくださってる方に感謝の気持ちも伝えつつ、はい、そうですね、はい、何よりもそれが一番。はいはい、というわけで、はい、じゃあプリンセットどこ始まるよ。スタートでーす。とりあえず席に着きましょう。座りましょうか。はい、最後まで、はいはい、最後まで始まり方が決まんなかったんですよ。半年間続けてきてさ、はい、まあ、どうでした。いや、めっちゃあっという間だったね。あっという間でした。だって東京出てきて今1年目なんですよ。ちょうど1年目。じゃあ東京生活の半分か。そうですね、半分くらいやってたってことだ。やってましたね。なるほどですね。まあ、ここでのそのイベント自体は終わってしまうかもしれない。まあ、終わってしまうわけですけど。そうなんですよ。まあ、ここでもやりたいことってまだまだあるんじゃないですか。いや、まだまだね、たくさんありましたよ。この神タワーを使わせてもらってやりたかったことは、はい、うん、やっぱね、アイドルをたくさん集めてやりたかった。私は。ああ、なるほどですね。でもアイドル今日ね、そう、来てくれてるから。本当にみゆちゃんが、はい、来てくれたんだけども、はい、
最近になってやっとね本当に、ね、最近までいなかったんですか。いなかったの。いや、いなかったというか活動を始めたの最近でしょ。そうでしょ、8月に出会ったばっかじゃん。え、そうだっけ。そうだよ、そうだよ。2人の出会いいつ頃なんですか。8月ぐらいじゃない。8月は夏だ。違う違う、8月だよ。まあそうだけど、そう、1ヶ月の差だね。だってほら、あの時ほとんど話してないからさ。最近仲いいの、ご飯食べさせてくれるから食べさせてくれるの。なるほど。え、ホームレスが魔法少女を養ってます。養ってるってだってご飯食べさせてくれるのいいでしょ。いいの。ほんと最近みゆちゃん大好きなの。うち、なるほど、私たち仲いいの。仲いいの、うん、え、みゆちゃんは好きなの。そうだよ。あ、好きなの。大丈夫大丈夫。相思相思相愛。うん、うちの家様は言ってたけど、私は好き。あ、本当に。うん、大丈夫。お姉さんっていうのは、あ、うちのお姉さまはちょっと岩美ちゃんがお風呂入らないから嫌だって言って今日も来なかったんです。そうなの。いつもその理由だよね。みゆちゃんのお姉ちゃんがね、ちょっと私のこと嫌いなの。はい、いつもね、あの、うん、お風呂入ってくださいってそうなの。この野郎エリザベス。名前言っちゃった。テレビ出たからって調子乗りやがって。でもテレビなんてさ、うん、そのあれじゃない、自分も出たじゃないですか、このね、半年間の間に。そうなんですよ、はい、いや、あ、でもいい思い出というか、どう、いや、なんか成長なんじゃないですか。まあそうでもありますし、はいはい、やっぱほら、あの、うん、世の中って本当にニートがいるんだっていう。え、なんかほら、世の中って本当にニートがいたんだなっていう、なんかこのね、はいはい、新しい出会い、いろんな意味で。でも確かに、うん、あの、いないよね、いないというか、うん、あの、そうそうそう、いないかなと思うぐらいの感じだけども、本当にいるんだと思った。いや、だからね、うん、ニートの奈良さんをね、はいはいはい、はじめとするニートの人たちと出会って、いや、え、どうやって生活してるのっていう疑問感じだった。奈良さんって今、あれでも働いてはいないってことだよね。働いてないですね。でも、ね、どんな1日のライフスタイルなんですか、生活は。でも何時に起きるんですか。いや、起きるのは、うん、本当に、うん、あれですよ、あの目が覚めてた時ですよ、うん、本当にそう。あ、太陽は出てる。太陽はあの落ちてる。落ちてるのがあるんだ、うん、おいおい。睡眠はそもそも何時間ぐらい。いや、だからね、もう本当めちゃくちゃなんだよね。寝て起きて、うん、逆に疲れてもう一回寝るみたいな。なるほどなるほど。寝すぎて疲れてるみたいな。いや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 、贅沢か。そうだったんだ。分からなくもないけども。え、逆にユアミンはさ、はい、どんなこれなんですか、うん、生活スタイルは。一日の流れを簡単に説明する。まあ平均的にすると、うん、はいはい、まあ、朝そうなの、10時ぐらい起きるかな。渋谷のネットカフェ起床、新宿でちょっとお仕事があります。で、はいはい、まあ、お仕事8時間ぐらいやって、はいはい、で、その日またね、カフェ探すか、うん、あの友達に泊まれたら行くし、うん、みたいな、はいはい。で、あの、はい、ライブがある日 の、はい、あのライフスタイルを教えよう。おお、どうぞ、聞こう、聞こう、知りたい知りたい。8時に起きます、はいはいはい。まあ、どこかのネットカフェ、軽いバイトをします。15時ぐらいかな、上がるの、うん、で、そこからあのライブ会場に向かいます。並行物販か支援後物販かによるけども、まあ、9時か10時ぐらいに終わります。おで、そこからネットカフェ探します。、うん、はいはい、シンプルですね。そうですよ、特に複雑なこともなく、うん、プライベート的なのはないの。もう、わかんない。どっからプライベートなのかもわかんない。え、なんもない日は、そのお仕事がない日、とりあえず日向ぼっこかな。なるほど、どこで。まあ、某公園。まあ、奈良さんと一緒っちゃ一緒ですよ。俺、あんま公園は行かないけど。あ、そうなんですか。家で寝転がってたりとか。ああ、そんな夢が多かったりするけど、うんうん、ホームがあるもんね。マジで、何、その公園とかに行って時間潰すみたいな。え、もう、ある。だってなんなら昼間だったらね、うん、寝ちゃいますよ、公園で。本当に安全なのはね、うん、お金をかけずに、はいはいはい、山手線、うん、ああ、ああ、ね、どこでも寝れるの。もう寝れる寝れる、もう疲れてたら関係ない、ね、なるほど。どれ時間もかからない。もうね、いつ寝たかもわかんない。老衰してんじゃん。大丈夫、記憶がないもん。いや、さっきもさ、初めオープニングでダンスじゃない、はい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 、歌をしたじゃないですか。あの時もね、もう、はぁ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 、先生先生、ほほ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 ほ。体力大丈夫ですか。体力やばいですね。あ、1年前と比べて、はい、まあ、その東京来た時と比べて、どうですか、はい、同じぐらい。あ、でも1年、東京来た時よりは上がったかもしれない。あ、上がってるんだ。上がったんだけど、うん、その本来の運動能力が下がってるから、うん、ちょっとね、運動したいなと思ってますね。
歌手やりたいんです。歌手ってなんだっけ。あ、だからカメルチか。そう、なるほど。でね、できるところを探してるんですけど。あれってどこでできるんだろう。なんかあの区民センターみたいな体育館なところで、でできるのかな。やってるイメージあるけど、体育館だと、はいはい、あの昼間営業だから、うん、行けないんですか。あー、そっか、夜に行きたいんだ。夜に行きたい。なるほどなるほど。で、夜に行くってなると、うん、ラウンドワンとかなんですよ。あー、なるほどね。なるほどね。なるほどね。で、ラウンドワン高いし仕方なく行ったんですけど、うん、結局ないんですよ。ダッシュ夜中みたいな感じで調べて、駅からめっちゃ歩いたけど、うん、で、うん、なかったんですよ。あれ、あるんです。別にリースコートとスカッシュが一緒にされちゃって、はいはい、あ、そういうことか。一緒換算にされちゃって、うん、で一応そのそういう風に表示はされるけど、はいはい、実際なかったと。実際はテニスコートしかないですよっていう。なるほど。テニスじゃダメだったの。そこで相手がいなかった。そうそう、そういうこと。じゃあさ、バドミントンやろう。あ、やりたい。持ってくるって言ったじゃん。あ、そうだった。私がじゃあ、ミントンのラケット持ってくよっつってね、行けなかったんです。なんで、ミントン？ミントン。なんでそれ？バドミントン。あ、バドミントン。え、何？え、バドミントンのことミントンって言いません？わかんなかった。世代感だと。むしろ俺はバドとか言ってた記憶。あ、そっちか。なんだろう。俺はミントンは初めて。ねえ、まあ、むしろバドの方が。そうそうそう。いや、ミントンがどうしたのかな。バトブのことをバトブって言いますよね。言うね。バトブはね、口が多いんだよ。そっからもじってバトブで、僕ら勝手に行ってましたから。そうね。なるほどですね。バトブはね、嫌なやつが多いんだよ。今までの運動経験は、はい、体操ね、バク宙じゃなくて側転みたいなのやってますよね。いや、でももっとね、できたんですよ。はいはい。バク転できる人あるあるなんですけど、ジャニーズの曲に合わせて歌って踊ってバク転しろって言われるんですよ。おお、はいはいはい。ひどくない？平成ジャンプの曲に合わせて、うん、歌って踊らされるんですよ。クラスのジャニオタがね、うん、丁寧に振り付けまで教えて、はいはい。で、もうなんか火ついてきたよ。何何何何何何何このタイミングでバク転してくれって言うんですよ。お、でも仕方ないからやってあげるんですけど、いいじゃないですか。仕方なくやってあげたら、はいはい、うん、いや、知念君はもっと可愛いとか言われるんですよ。それは無理だわと思って。なるほどなるほど。そこまで求めないでくれたまえみたいな、ね、はいはいはい。そう、でも稲見さんはそもそもあれですよ、はい、あんまり公の場で、ね、言ってるのか分かんないですけど、はい、そのジャニーズはなんか好き嫌いとか、なんかそういうあれ、興味がないね。あ、なるほどなるほど。別に嫌いじゃないですね。あ、まあ興味がないだ。あ、興味がない、はいはいはい。ユーリンさんは、はい、そのなんかこれ聞いていいのかどうかわかんないけど、はいはい、あ、聞いてない。今日はもう最終回なんだよ。もうじゃあ好きな、じゃあ男性的に、はい、こういうタイプ好きとかっていうのはあったりする。あ、ちょっと聞いてないんだよ、ね、聞いたことないから。あ、でもそれはいいかな。言わない方がいいのかな。好きなタイプはね、はいはい、アイドルグループスターリッシュに出てくる千瀬時矢くんですね。赤い人ね。赤い人です。わかる。赤い人です。髪の毛が赤い人。髪の毛赤い人なんだ。まあ、僕も赤いから。そういうこと。あ、黄色でもいいですよ。はいはい。黄色でもいいんだけど、あれか、はい、そう、翔ちゃんね、翔ちゃん、はい、今赤にしてるのはそこから来てるんですか。ラブライブのマキちゃんが好きだからです。え、赤いキャラクターが好きなんじゃないの。そんなことないよ。ラブライブのマキちゃんが好きだよ。え、マキちゃんも赤いキャラクターだよね。そうだよ。うん。でもほら、ラブライブのこれマキちゃんのコスプレじゃないけども、はいはい、うん、来てるもん。なんか、おー、なるほど。そうなんだね、それ。へぇ、なるほど。その話ついていけてる。ラブライブはギリし、あ、ギリ大丈夫。オッケーオッケー。キャラまではごめん。キャラまでは。でもほら、リアルおそ松さんじゃないですか。おそ松さんはわかる。あ、わかるわかる。おそ松さんのことが知りたい、私は。え、どういうこと。奈田さんのことが知りたい。奈田さんでもおそ松さんの世代じゃないでしょ。おそ松くんの方なんじゃない世代。まあまあまあね、はいはい、まあまあまあそうだけど、いや、はいはい、おそ松さんはなんかすごい人気でしたから。はいはい。おそ松さんが好きなんですか。いや、そんなでもない。そんなでもないけど、なんかおそ松さんって2と6人衆みたいな、はいはいはい、そんな感じでバズってるアニメだから、うんうん、乗っかろうと思って。あ、なるほど。で、今ニコ生のコメントでもですね、はいはい、あ、今ニコ生の、はい、はい、炎上商法芸人のイヤミさんですかっていうふうにコメントをいただいてるんですけど。芸人じゃない。芸人誰誰されてんです。誰、プリンセス愛か。で、なので僕、まあそうなんですよ、まあ、そういう意味で、はい、あれです、別におそ松さんもそこまで別に興味ないですけど、はいはい、まあこう乗っかれるもの乗っかっといた方が得だなと思って。あ、はいはい、まあ、自分がおそ松さんみたいなもんですね。そうですね、まあ、似てる。似てるかもしれない。でも似てるじゃない、なんか似てる。それでまあ岩見さんにもこう乗っかっとこうかなみたいな、はい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 、チャンスだなみたいな。そう、私もね、
はい、TBS から、うん、ニートというトレジャーハンターの称号を得たので、うん、どういうことですかそれ。トレジャーハンター、トレジャーハンター。だってほら、長さんは実際に働いてない人でしょ。はい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 。私ちょっとは働いてるもん。あ、本当はね、本当はってことか。はいはい。だから、向こうの要望に合わせて、うん、ニートっていうことで出たんだから、うん、まあね、トレジャーハンターの称号ですよ。なるほどね。もうニートっていうトレジャーハンターの称号を、はい、TBS からいただいちゃったから、うん、もうね、IKKOさんと喧嘩するしかないね。どんだけでも本当はね、その、はい、そのいろいろね、なんか盛り上がってましたけど、はいはいはい、ネット上ではね。IKKOさん、ね、好きなんでしょ。そうですね、なんかね、ね、あのテレビに出たおかげで、はい、出たおかげでね、はいはい、3年ぐらい連絡 取れてなかった友達がいるんです。その子から連絡が来て、うん、まあ、まずそれもすごく嬉しいんですけど、嬉しいね。そう、やっぱね、こう携帯よく、はい、落としたりなくしちゃったりするから。よくはでもね、そう、この間もやってたね。 Twitter でさ、よう壊すね、あなた。いや、ほんとね、だってほら、ね、これさ、これさ、これさ、これだって、これ大丈夫でしょ。でしょ、うまい。2週間、3週間前、つい3週間ぐらい前に交換したばっかりの、この感じ、うん、あれあれ。だからさ、それね、どういう扱い。そうそうそう。だからしかもケースもさ、ちゃんとつけてるじゃない。逆にさ、聞きたいですよ、なんでみんな割れないの。割れないよ、なんで割れないよ。だってほら、このほら、無言みたいな、うん、こういうのケースはつけてる。そうそうそう、綺麗だよ。だってさ、だってガラス製品だから、落としたらね、それは壊れたりする。そうじゃあ、だからね、 iPhone の、だからね、 iPhone の画面かガラスだから悪いの、はいはい、っていうか画面に、うん、なんか貼ればいいじゃん。で、なんかあるよね、貼ってる。そうそうそう、強化シールみたいな。で、私も貼ってるよ。太田くんはさ、これ何、割れにくいシートなの、これは。そうそう。あ、そうなんだ。え、やっぱその落としても割れにくいってやつ。ああ、これ2、3回ぐらい落としたけど全く。これも貼っとくと違うよね。全然違う。天井さんにも言われて、そうそう、絶対貼った方がね。そう。結構な割合で進めてくるけど、本当は貼った方がいい。そう。これさ、いいと思う。落として割れるじゃない。はいはいはい。その瞬間の気持ちってどんな気持ち？いやもう。そう。いや、どんな。いや。もう死ねですよ、もう。あ、一応そうなんだ。その iPhone バカ野郎ですよ。おお、なるほどなるほど。iPhone のせいか。落としたのが悪いんで。だってこう持ってるじゃん。こう持ってて、もう思って、こっからポロッと落としちゃいます。うん、で、こう来るでしょ。あ、そっちに行くんだ。割れるに決まってるじゃん。あれつければなんかさ、指にかけるじゃん。そう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 。何それ？何それ？あれ、そう、あれでしょ。あ、引くのか。こういうやつ。そう、それやればいいじゃない。あれ、指にかけるためなんだ。そうだよ。知らなかった。そうそういうやつにかけて。なんでリングついてるんだろうみたいな、なんかそういう人見たことある。違う違う。あれでこうやってやると、うん、落としにくいみたいな。あ、そういうことなんだ。おすすめするよ。あ、魔法のリングじゃないんだね。違うよ。だからみゆちゃんがこう魔法をかけるためのリングじゃないんだ。私落とさないもん。あ、そっか。うん。はい。魔法界にはさ、うん、スマホ屋さんあるの。あれよ、マジカルフォンだもん。あ、マジカルフォン。そう、前回も言ったけど、マジカルフォン。前回言ってたの、マジカルフォン。そうだよ、マジカルフォン。これマジカルフォン。マジカルフォン。マジカルフォン。かわいいでしょ。iPhone6 とかでしょ。違う、マジカルフォンです。そうそう、だから、あ、そう、マジカルフォン。iPhone、マジカルフォン。我々で言う iPhone6 がマジカルフォンなので、マジカルフォン6。はい。ということで、まあ話はね、尽きないとこですけど、まあ、時間、今日は1時間だけということで、まあ、いろいろね、はい、ちょっと準備してまして、はいはいはい、まずね、今見にこれだけは直してというコーナーに移りたいと思います。イエーイ。何、ここだけは直してっていうの。いや、ねえ、だって生でよ、いっぱい、ね、独特なわけじゃないですか。独特なわけじゃないですか。さっきの話でも結構もう、そうね、だったよ、もう。で、今日最終回だよね、最終回、最終回。じゃあ言っちゃって、そう、もう言い残したことがなく、いい逃げしていくなので、そこの機会にね、奈良さん、ちょっとじゃあ、この機会に言っちゃえ。ね、レスが重い。業務連絡的な、うん、その LINE の、うん、なんかレスが、はいはいはい、あれ既読ついたのに、あれ返事、あ、こんなあれみたいな。でも、あ、返事が来ない。いや、でもそれはもしかすると、はいはい、もしかすると幅さんにはないのかもしれないのかなっていうのを、今ちょっと今雰囲気で思いっていうのは、返事が遅いってことですか。そうですね。内容が重い。内容が重い。内容が、内容かと思った。内容じゃないです。内容じゃなくて、はい、レスポンスが、はいはいはい、それはね、みんなから言われます。
あ、言われる。あ、よかったよかった。いや、本当に申し訳ないです。たぶん、あの、はい、一つ、まあ、思ってるのは、はいはいはい、そのレースが遅いっていうのは、理由としては、たぶん、こう、あの、見るときはね、記録にするときは、半分寝てんだよ。そうなんです。たぶん寝てて、まあ、後で返そうと。だから、睡眠大切だから。そうですね。そうですね。いや、ハマさん、間違いない。本当に。で、これも10時間ぐらい寝るんで、今10時間ぐらい経ったときに、帰ってくるんだよ、たぶん。そうなんですよ、ね、眠いんだもん。そうそうそう、睡眠第一ですからね。寝るときは10時間ぐらい寝るし、10時間寝なかったときは眠くて仕方ないじゃない、はい、確かに、まあ、だからもうね、起きないんだよ、頭が、うん、そうだね、本当にね、はい、誰かうちの頭起こして。あの、今みたいなね、返信ね、時間によるよやっぱりそうなの、時間による、時間による、だって私すぐ来るもん。おそれはでもね、だからちょっとその人間関係なとこもあると思うけど、それはちょっと聞いてください。あの、はいはいはい、時間時間時と場合によるんだって、うん、あ、そうなんだね。だから、ほら、あの、なんかやってる時に、うん、まあ、見るとするじゃん、はいはい、あとで返そうと思って忘れちゃうじゃん、寝るとかね、うん、そうだね。でも、あの、余裕があったら、うん、とりあえず、まあ、はいとか了解だけでいいなら、うん、すぐ遅れちゃうじゃん、はいはい、うん、分かった、うん、うん、あの、例えば明日何時って来たら、うん、あ、削除だよってすぐ言えるじゃん、はいはいはい、そういうのはすぐ返せるの、はいはい、だから超、まあ、そこそこ長文できたものに対して長文で返せないじゃん、時間ないの、ね、なるほど、そういうことなんです。あ、え、だって長文、長文、あれ長文打つことない。あ、わかんない。でもほら、うん、まちまちですよね、ここはまちまちだね。あ、なるほどなるほど。だからね、ほら、人間関係大切にしたいって思いもあるんですよ。なるほど、ね、確かに確かに。あと、あと長田さんが意外に繊細っていうそこをね、そこをね、そうなんだ、これ結構気にしちゃう、気にしちゃうよね。次、じゃあ、みゆちゃん。なるほどね、ちょっと、さあ、潰し合い、とりあえず、やだ、怖い。いや、とりあえず、いざとなったら間に入ってるか。あのね、2つある。2つもあんの？2つもあるよ。まあ、いいね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 。はいはい、これはちょっとお姉様からなんだけど、あの、想像つくかな。はいはい、お姉様お風呂に入ってね、あ、もう、はい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 、定番のね、毎日入ってくれと。秘密です、はい、あと服もちゃんと洗ってね。秘密ですお風呂はどうなんですか。お風呂はね、はい、シャワー、お風呂は、あの、はい、秘密ですあと、はい、ね、何何、仕事しないでねマジ、今日もね、しかも今日遅刻したくせに私のこと置いてくるのひどいでしょ。え、違う、ケンタッキーにいるって分かってくれてると思ったの。分からないよ。今日は何時に待ち合わせで教えてますか。6時半ね。6時半です。私は25分に着いたんです。はい、待ち合わせしてましたと。そう、置いてこれ、がしかし、あ、置いてくれた、置いてくれた、ひどいでしょ。ごめん、あららら、連絡ミス。でもいいよ、後でね、美味しいもの食べさせてもらう。もうやだ、もう。そう、あの、美味しいもの食べさせてもらえば OK。 あの、みんなちょっと忘れかけてるかもしれないけど、ちょっとホームレスだからね、はい、ホームレス、ホームレス、はい、お菓子食べさせてくれる、はい、なので、みんなでご飯食べるの好きですよ、私。あ、でもね、そのワイワイするの好きだね。そうそうそう、みんなこのメンバーすごい大好きなんで、はい、ということで、じゃあちょっと次、はい、僕いいですか。あ、どうですか。まあ、ユーミンにこれだけ直して。どうなの。イヤミンはね、かれこれさっきもあのオープニングで言ったんですけど、はいはいはい、まあ、3ヶ月ぐらいかな、見てるのは。お、まあ、独特だなと思いながら、まあ、見てるわけですけどもそれな、まあまあ、やっぱり3ヶ月も過ごしればいろんなところが見えてくるわけでございまして。あー、何が行こうよ。あ、まあ、何行くかというと、何、ちょっといいですか。あ、どうぞどうぞ。大丈夫ですか。あ、もう言っちゃってください、もう最終回なんで。これね、はい、あれですか、ちょっと真面目な感じなんですけど、何、はいはい、怖い。健康な食事を食べてほしいですいや、このままじゃね、ちょっと体がね、さっきも眠いとかだるいとか、やっぱりそういうお菓子とかね、そのお菓子とかばかり食べてるじゃないですかそう、お菓子で食べてる。確かに、そこ不安ですよね。まあ、ちょっと健康的なものを食べてほしいなと思ってる感じだな。そこはね、ぜひちょっと岩見自身のためにも、まあそうですよね、はい、ちょっと直してほしいなと、はい、頑張ります。ちょっとですね、今日ね、最終回ということで、はい、ちょっとね、はい、あの、コメントが届いているので、ちょっとだけちょっと紹介させていただきます。なに、いや、感動的。何これ、な、泣くやつですか、はい、もういいの出しちゃって、そういう、はい、いや、もうこれだって時間ありますから。あ、じゃあ、ね、これあの、ね、はいはい、まあじゃあ今日本当に半年間ということで、はい、ちょいちょい、あ、そうですね、本当に、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。で、あの、いわびマニアローズ2世さんと、はい、ちょっとゆかりの深い、人たちから、あの、ちょっとメッセージが届いているので、まあ、いろいろ読みたいと思います。え、誰だろう、誰だろう、何、何、何、え、何、
ちょっと待ってくださいね。あ、大丈夫、これ卒業式に歌う歌。じゃあまず1人目、何人かいます。はいはいはい、のぞみんって届きます。はい、はい、がむしゃらで頑張っているイバミンへ。はい、番組最終回お疲れ様です。ありがとうございます。はい、お呼ばれされた日は台風で中止になってしまったけど、うん、呼んでくれてありがとう。いえいえ、イバミンは東京に来てからいろいろ教わったなって思うよ。あ、ごめん、いろいろ変わったなって思うよ。本当ですか。これからもよろしくね。体調には気をつけろ。ちなみにいろいろ変わったっていうのはいい意味でね、ということで、はい、イバミンから、あ、イバミンからじゃなくて、のぞみんから届きました。続いて、はい、ほなちゃん。お、はい、イバミン、まだ1回しか絡んでないけど、はい、イバミンの活躍をこっそり覗いています。おー、ありがとうございます。今回プリン星が最終回ということで、はい、また新しいプリン星への移住を期待しております。はい、お金以外の相談なら乗れると思います。声かけてね。しないということで、ほなちゃんからでした。お金はどうにかするよ、すみません。大丈夫よ。はい、次、イオマル。お、はい、イバミンちゃん、はい、今日までお疲れ様です。ありがとうございます。いろいろお話を聞いていて、私はすごく努力家で、常に先のことを考えているしっかり者だなと感じます。全然考えてないよ。何か困ったことがあれば何でも言ってね、わっしょい。おー、ありがとうございます。ヨマルちゃん、超いい子。はい、続いて下田。あ、下田さん、はい、いつかお風呂に入れるようにファイト。そんな、今入れないわけじゃないから。島田さんもちょっとあれですね、いたずら心がありますね。いたずら心がありますね。はい、次、アジアビューティー。おい、イワミンさん、今までプリンセってどこに出演し、たくさん頑張りましたね。ありがとうございます。とっても素敵ですよ。私ももっと前からイワミンさんのことを知っていれば、もっと番組を見れたのかもしれないです。あん、見たかったん。セクシー。これからは別の舞台だったり、お仕事を頑張ってください。今後、なみなみのご活躍を期待しております。ミラバケッソ、アジアビューティーでした。どうだよ、ミラバケッソ。そうそう、こういう感じ、こういう感じです。あとね、整形こんなです、あんた。あ、ね、今ね、こうやってね、酔っ払ってますけれどもね。まとまと隠しますけれどもね、中身は国会議員ですからね。あんた、整形こんなですよ。プリンセスのとこ、整形。はい、次、酒井くん。はい、はい、来年の24時間テレビもこれからもよろしくお願いします。そこしかねえのか、おめえは。しかも来年の24時間テレビって、はい、あの彼の中では、はいはいはい、あの24時間テレビを超えてるから、はい、勝手にじゃなくて24時間テレビお願いしますって言って。なるほど、なるほど。あ、じゃあもう私が出ればいいのね、本気。そう、いや、もうそういうことです。そうそうそう、出ればいいのよ。じゃあちょっとあれね、あの候補できるようにちょっと頑張るわ。はい、まあ、彼もね、応援してくれてるから。はい、最後、エリザベス。はい、私は、これ読んで、はい、待って、頑張って、頑張るよ、頑張るから。妹でしょ。はい、私は昨日ハンバーグ食べました。 OK。 ちょっと無理だ、これは。秘密です。エリザベスでした。あとね、サーラまだ、まだ、もう一人だけ。お、何だ、もう一人だけ。ちょっと一回座ってゆっくり行きましょう。あのですね、はい、まだ出てきてない、なんかゆかりの深い人いませんか。はい、何々。あなた、何軍団ですか、何ファミリーですか。お、じゃがいも。じゃがいも、じゃがいも。なんと、お、わかった。あの、今日のお昼ぐらいにこのコメント読もうと思って、はい、お、いろんな人にこう送ったんですよ。あ、で、それで変、あれ遅かったんだ、その、参加しますっていうのが。そう、で、はい、一番、はい、長文を送ってきたの誰だと思います。じゃがいも、じゃがいも、じゃがいも。ということで、はい、ちょっとお聞きいただきましょう。はい、なになになに、え、そんなに、そんなに。じゃ、このね、半年間の、はい、いや、音がさ、音がなんか悪意があるんだけど。やだ、もう悲しい。はい、イバミへ、はい、はい、はい、番組お疲れ様でした。やだ、もう。イバミとは、はい、イバミが東京に出てきて、はい、エセタレントの紹介で2日目に藤原くんのラジオに出演してもらい、そして藤原くんの大暴走にレギュラーになり、そうだね、藤原ファミリーに入り、はい、いろいろと一緒にお仕事をしてきました。もう早速私が言ってるやつ使ってるよ、エセ業界でね。はい、はい、まあ藤原ファミリーの中で一番活動的で、パーティーがあるといえば来たり、
何か藤原ファミリーでやりたいと積極的な姿勢は素晴らしいです。ありがとうございます。また今月もハロウィンパーティー一緒にやりますが、あ、そうだね、岩見頼みます。はいはいはい、岩見 MC を上手くなったし、はい、番組も良かったよ。ありがとうございます。しかし遅刻には注意してください。そうだね。あとは楽しい、はい、あとはエリザベスの代わりに船に入ってください、はい、おい、これからも藤原ファミリーで大放送してください。岩見、番組お疲れ様でした。藤原くん、なんだこの野郎、なんだこの野郎ございまして、ハゲてねえよ。まあね、藤原くんとの出会いも東京来て、まあ、あったわけで、そうそうそう、あっという間の半年間だったわけですけど、そうですね、うん、はい、チョコのあのね、上田原さんにもお世話になって、はい、まあ、いろんな感謝の気持ちがあると思うので、ちょっと代表して、はいはい、上田原さんと、そしてあと、ね、あの、ね、来てくださっている方と、はい、そして、はい、動画ね、見てくださっている方に向けて、はいはい、岩見マリアローズ2世から、はい、まあ、そうですね、あのここの上田原でやらせてもらっているこのプリンセットコっていうのは、おお響く。あの、まあ、東京に出てきて、まあ、半年目ぐらいかなの時に、あの、まあ、ここの上タワーを運営していらっしゃった、株式会社ゾリーロジャーさんから、ご依頼を受けて、引き受けることにしました。それで、まあ、ちょっと東京出てきて半年目の時って本当に、まあ、ちょっとフジテレビから、あ、某テレビ局から、言い直しました。取材されてて、取材期間終わっちゃって、で、まあ、あんまりテレビにも出る予定だったのが出れないということになっちゃって、すごくちょっと道に迷っていた時です。で、そんな時に、まあ、バラエティを目指してる私に、まあ、トークライブみたいなことやりたいなってずっと思ってて、で、いただいたお話で、本当にすごく嬉しかったです。まあ、初回から遅刻してしまいましたけど、でも本当に喋る機会をいただけるっていうのは本当にありがたくって、こうやってニコ生配信で、で、ありがたい機会をいただいたなと思いました。で、まあ、半年間続いたんですけど、この番組が、まあ、途中でいろんな人との出会いもあり、勝手に24時間テレビをやったり、ゲストの方とも素敵な人たちに出会うことができました。そして、ここで、まあ、修行をさせていただいたっていう風に感じてるんですけど、ここで修行をさせていただいた成果としてテレビに出ることもできたと私は思っています。なので本当に、まあ、この神タワーが、神タワーで今後プリンセテドコを、やる機会がなくなったとしても、本当に、神タワーの神スペースと、あと株式会社ジョイロジャーさんに、心より感謝しています。本当に半年間どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、でも本当にみんなからのメッセージは本当ちょっと嬉しかった、はい、泣きそうになった、うん、やっぱね、じゃがいももそうだしね、うん、のぞみインティーとはもう3年くらいの仲だから、うん、そんな長いの、そう、やっぱね、うん、すごい嬉しいですね。来てほしかったんですけどね、うん、ちょっとここぞという時に、はい、雨女なもんで、私たち雨女私たち、なるほど、で、雨女が揃うと台風女になるんですよ。なるほどね。そう、まあ、そうなんですよ。彼女もそんなことは、外のイベントに出ようとした時に、はい、自分の番の時にザーってきました、はいはい、おお、すごい。で、その後ケロッと晴れてるんですよ。なるほど、じゃあ完全に2人がバッティングしちゃったわけだ。バッティングしちゃいましたね。なるほどですね、雨女が、はい、ということで、はい、もう残り時間もそうですね、最終回わずかとなって、はい、最後、はい、じゃあこの曲で、はい、そうですね、締めたいという曲があるということで、はい、そうなんです、はい、じゃあ曲紹介を、じゃあこの曲で締めたいと思います。はい、見てください、はい、サライ、お、立ちますか、立ちますか、立ちましょう。ねえ、これでももうあと1分ぐらいしかない、もうねえんじゃないの、時間ないんじゃない、なんじゃない、時間わかんない、もういや、できるところまでやってみよう、できるところまで、はい、放送に乗らなくてもいいか、そうです、今日 YouTube に乗るから、はい、そのうち YouTube に乗るか、みんな歌詞大丈夫、わかんない、歌詞わかんない、大丈夫、歌詞大丈夫です、私やばい、私もやばいね、
オッケー、すいません、本当最後まで最後までとったことで、ね、この臨場感がね、ありがとうございます、本当に、はい、捨てきれずにふるさとを捨てた、穏やかな春の日差しが、誰か歌ってよ、別れより悲しみより、彼は寂しさと背中合わせの一人きりの旅立ち、動き始めた汽車の窓辺を流れてゆく景色だけを、続けてくれると思います。そうですね、はい、ということで、本当に今年もお疲れ様でした。これみんなの気持ちです、みんなの気持ちです。お疲れ様でした、ありがとうございます。これからのマリアズノーズ2世の活躍もみんなで、応援して、そしてね、またテレビでいっぱいバラエティとかね、あといろんなところで大きな会場で、いろいろライブ、みんなで一緒に連れてってくれると思うので、期待して心から応援し続けましょう、はい、というわけで、はい、今日も、ご覧いただきましてありがとうございました。最終回で終わってしまいますが、彼女の、熱い夢の道のりはまだまだ続いていきます。ありがとうございます、はい、素晴らしい。なんか、はい、一言ずつ、じゃあみゆちゃん、はい、一言、まあ頑張ってね、なんか、なんか、OK、まあ、まだまだこれからあるかな、はい、バーターで使ってください。大丈夫、バーター、うん、バーターって言いました今。オッケーオッケー、はい、じゃあ問題行く、はいはい、あ、そうですね、はいはいはい、あ、そもそも付き合って1年ぐらいになるんですけど、まあ付き合ってない、付き合ってない、断れ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 ない、ちょっと危ない、やめたい、関係性はまあ1年ぐらいですね、付き合ってない、ちょっと意味おかしくなっちゃいました、勘違いされて皆さんごめんなさいね、なになになに、もう早く言って、あ、てかね、今の何言うか忘れたんだけど今、okay、知らないよもう、まあ、これからも頑張ってることだよな、はい、そうなんですね、ということで、はい、あんたお疲れ様でした、ありがとうございます、皆さんもお花で、ね、はい、まあ、1日2日ぐらいは持たせてほしいかな、ありがとうございますちょっとね、この辺にちょっと飾ってます、はい、あ、そうですね、飾りながらね、はい、はい、というわけで、はい、大丈夫ですかね、はい、はい、というわけで、本当に、半年間ありがとうございました、お疲れ様でした。出てると思うんですけど、はい、結構前に終わってる、そうだそうですね、結構前に終わっちゃったから、もうこれは仕方ない、ちょっと失礼しました、ありがとうございます、すいません、ほんとさすが、なるほど、この知り合い関係というか、もうやってほしいことはやっぱり把握していただいてるという、ありがとうございます、ほんとね、スタッフさんがすごいんだよ、そうだね、スタッフさんがすごいんだよ、ほんと感謝の気持ちしかないよね、ね、もういつももうこれ流してくださいとかね、うん、急に言うんだけどね、ほんとすいません、マジで、そうですね、いやでも自分の番組はさ、これで半年間ね、そうなんです、そう、あ、改めてどうですか気持ちは、いやでもほらここでライブとかもさせてもらったりとかしたんですよ、はい、うん、だからやっぱりねちょっと寂しいですね、そうだよね、この後できなくなっちゃうっていうのが、うん、
でもまあね、終わりがあればまた新しいことが始まったりするので、そうあればいいんですけどね、新しいことが新しいことあるでしょう。でもシックスティーン出禁なんですよ私。やめな、シックスティーンでライブできないです私。どうしよう、できないの、できないの、出禁なの、あのシックスティーンの劇場支配人の悪口言ったからできないの。え、どうしよう、それは言われてんの。え、なんかね、あのジャガイモ経由で聞いたよ。あ、そうなんだ、うん、悪口はどこで言ったの。あの、自分のブログ。あ、ブログで言ったの。いや、それ言っちゃダメでしょ。大丈夫、あの、上タワーさんの悪口は書いたことないです。さすが上タワーさん愛してるんで。はい、OK、ね、いいタワーですよ、本当。そうだね、よくね、あの、秋葉原にいいタワーを作った、うん、でも、わかんないけどね、うん、こうなんだけど。で、また何かの機会でさ、うん、ご縁があるかもしれないから、またもっと成長してさ、ね、またここに戻ってきたりさ、うん、あ、そうですね、そうですね。だからこう、あの、まあ、神スペースっていう名前が変わっちゃったとしても、うん、はいはい、まあ、この場所になんかこう帰って来れるみたいな、うん、なんかそういう機会があればいいですね。そうだね、うんうん、ここの場所でまた何かできる機会があればありがたいですね。そう、はい、というわけで、うん、育ててくれた場所なんでね。そうですね、本当に、はい、本当に、まあ、なので、はい、あの私も、まあ、ここにいるみんなも、はい、まあ、今日来れなかったのぞみんティーとか、はい、酒井くんとかも、はい、一緒に何か、うん、あのできる企画があればいいなと思います。だからもういろいろ考えてる企画あるんですよね、はい、確か。そのそうですね、来年の24時間、はい、勝手に24時間マラソン走ってみようとか、ね、あ、そう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 、マラソンのね、トレーニングとして、そう、トレーニングとして走ってみようとか、うん、あと、だからね、イーダシッペのね、みっちょんがあの、はいはい、あれ、グループ大会しなかったんだよ、ライングループ。なるほど、はいはいはい、あの、それはちょっとあの我々が喧嘩したことも問題なので何とも言えないと思います。喧嘩なんてしましたっけ。プリンス最後悪いんだよ。おー、やめなさい、やめなさい、そこだ、そこだ、ちょっと P をね、入れないとあれですけども、はい、ヒメリンコ、はい、まあまあね、そんな感じで。そうですね、はい、はい、まあ、あの半年間も、はい、この茶番に付き合っていただいて、はい、本当にありがとうございます。いやもう本当にでもね、はい、あのまあさっきも言ったけどね、はいはい、いろいろやっぱちょっとこう、あーもうこれうち大丈夫かなって思ってた時期で始めた時が、うんうん、なるほど。で初回で遅刻もするし、はいはいはい、で、うん、あのなんだっけ、あのもうねお客さんも本当に集めれなかったの、うん、最初の頃。なるほどね。だから、うん、もうこれどうしようと思って、うんうん、もうどうにかして呼ばないといけないから、うん、申し訳ないじゃないですか。うん、確かに。だから、うん、もうあの、まあ、ここ入場料1500円なんですけど、はい、1000円私が負担して、うん、あ、自分でね、負担して、ちょっとドリンク代だけでいいので来てもらえませんかって言って、うん、呼んだこともあったりとかしてましたね。なるほど、なるほど、なるほど。そう、まあだから、うん、そう、もうあの普通にたくさん人に集まっていただいて、うん、あの。できなんかトークライブでも何でもできるようになれたらいいですね、1年後には。なるほど、なるほど、はい、だからそのさ、勝手に24時間テレビの時はさ、はい、なんか今年はいろんなライブに参加したりしてたけどさ、はい、なんかこう自分たちで企画したりして、はい、なんかこうね、たくさんのお客さんと何かするっていうのもいいんじゃないかな、うんうん、そうですね、なんかお客さんに参加するみたいな、そう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 、だからみんなであの声かければ、あ、確かに確かに、すごくたくさん集まるんじゃないかなと思うんですよ、ね、そうそうそう。だからね、今はその誰かがやってるライブとか、うん、秋葉原のライブに出させてもらってる感じなんだけど、うんうん、あのこの何、この私の周りの人たちで、うん、なんかそのライブ企画みたいなのをね、うん、あのやっていけたらいいなと。何人ぐらいの前でちょっとやってみたいっていう気持ちがありますか。でも昨日、少女タコサムさんっていう、うん、あの面白いダンサー振付師、はいはい、の人のライブに出させてもらったんですよ、うん、で昨日は50人ぐらいお客さんが、はい、50人ぐらいいいですね。だからやっぱりね、うん、私もその私がやるライブイベントには50人お客さんが集まりますよっていう、いいね、いいね、ね、そういう感じになりたいです、うん、いつか。もちろんこの、一人一人のね、方も大切に、はい、する気持ちもあるけど、やっぱたくさんの、はい、ってことだね。そうですね、やっぱりこう、はい、みんなでやった方が絶対楽しいので、そうだね、ぜひね、はい、たくさん集まってもらって、はい、まあ、そんなわけでちょっとあの時間もあんまりあれなので、ね、はい、はい、この辺で、はい、じゃあ私が私のイベントでやる物販がここで最後になります。よかったら来てください、はい、なるほど、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様で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 した。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます、ね、え、なんかこんな卒業セレモニー的な感じになると思わなかった。めっちゃ嬉しかった。はい。